ちょっと、あれから数日空きまして、お墓のところに行ったとこは覚えてるんですけど、お墓の上の方に行って、何があったのか全く記憶がなくて、もう一回ちょっと見に行こうと思ったんです。そしたら、もう入れなくなってた。記憶にないなぁ。とりあえずですね、方位磁石とカメラは置いてきます。カメラね、よくよく考えるとね、これルーシーのショーで拾ったものなんですけど、ショーはどっちから先にやってもいいんですよ。ドロレスのショーからやってもいいし、ルーシーのショーからやってもいい状態なんで、もしドロレスのショーを先にやってたら、このカメラ、ないということなので、ドロレスのショーではこのカメラ使わないということにね、気づいたんです。なので、荷物になるから、捨ててきます。そしてですね、今、手に持っているものは、これ多分墓場で撮ったやつ。これがおもちゃ。赤ちゃんのやつの、ぶら下げるやつの一つ。で、これが血液。で、これがよくわかんない、光の玉ね。赤ちゃんが持ってったやつから取ったやつ。まずはこのおもちゃを引っ掛けに行きまして、そしてこの血液とこの光の玉を使う場所を探しに行きます。でですね、今謎が解けてないのが時計とかあったところ。あと、絵がいっぱい貼り付けてた部屋。あの絵がいっぱい貼り付けてた部屋が、これ試してないなと思って、たんで、おもちゃ引っ掛けた後に、それを、しに行こうと思いますね。で、これを、引っ掛けましょう。惜しかった。あとは、1個？違う、2個や。で、絵のところがね、3枚の絵を、貼らないといけなかったんですけど、ここのね、覗き穴はね、この3枚の絵を持っていくんかなと思って、で、いつだったか、ルーシーちゃんの部屋の物置んとこにいたでしょ？テドロス？絶対テドロスじゃないよな。ここのドア開いてると思って。開いてないわ。もう一個可能性がある場所は、ここ。この鏡の部屋。ここ開いてなかったでしょ？開いてないわな。そして今も開いてない。ここに戻ってきたけど。なんか使ってみる？光の玉を。使わんな。この光の玉を使う場所。もしかして、この光の玉でいいの？あ、試したっけ、それ。ちょっと一回おばあちゃんに渡してみようとする？前やったかな、これ。違うな。何もひらめかへん。やばい。何もわからないよ。あとどこ行ってないっけ？もしくはなんか見落としてたりするよ。ここって開かへんのかな？ここ、鍵閉まってんのよな。ダメ？
すの？声でかかったな。わかったわかった。あったあった。ちょっと戻るぞ。来た来た。これやこれ。意味もなく動かせたやつ。あ、広げなあかん。まず広げなあかん。よっしゃ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 。落書きが書かれたメモ。もしや、これは。よっしゃ、来た！来た、このヒントがなかったからできんかったやん。あの赤ちゃんめっちゃ有能やん。まずは。そら見ても分かれへんよ。これだけで法則を。やれって、あれ？よし。よっ。暗い。ミスリーな、6時半。どれがどうとかあるのかな？ 6 時半？いや違う、6時か。6時、3時半、12時半かな。6時、3時半、12時半か。あれ出てけへんもんな。法則があるようで。で、次来ないやな。ボタンが。あ、おじさんは合ってんね。合ってて。あ、この人はこっち向けるだけや。これ、この形一回やったけどさ、法則がいるっていうのが出てきてあかんかってんけど、この紙を入れんと、いくら正しいのやってもあかんかってな。して、ろうそくが、真ん中だけなのかな？うん、カチッつったな。で、ちょっと、脳みそ脳みそ。で、もう一個ね。ここ、一番下に窓があるから、多分、両サイドの窓を開ける。これ、開けるじゃん。やめてよ。マジでやめてよ。嫌や。嫌や、こんなとこで。怖い怖い。
怖い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 。急にホラーやん。あれか。ベビーモニター。そう。両手でコナクション、あ、両手でかい。持ってない。マジか。ちょっと待ってよ。くそ、暗闇にさせるつもりか。両手にしましたよ。真っ暗ですよ。間違えた。なんか、え、これベビーモニターじゃないの？うわ、これよく見たら息してる。呼吸してるぞ。下に？おん。え、これなんか無線みたいなのになってるけど。え？あ、今ね、クリックしたんです。左クリックしたんです。ちょっともう一回もう一回。なんか赤ちゃんの鳴き声が、あ、もしかしてベビーモニターのやつってあの部屋にあったのが本体みたいなのでこれで聞くの？赤ちゃんの声って。そういうの、なんでさ、赤ちゃんのさ、そばに置いてんじゃん。赤ちゃんの声を。これを聞かせに行く？ダメかな？はい、赤ちゃん。Bring me my child. そらダメよ、そらダメよ。私赤ちゃん連れてきて言うてんのに、声だけ持ってっても誰か。なんかすごい今真顔で言われてるような感じやったわ。ベッドに使いに行くか。5-0-3-7-3。あの、ただですね。どこで使うかわかんないですよ。これ？違うな。ちょっと待って、私、肝心のさ、
鍵の場所が分かってないよ。何したっけ。50373。8じゃなかったんだ。あれ ばあちゃん、あのばあちゃんは大丈夫な。ばあちゃん、50373、それをどこでや。これじゃないもんな。あ、もう一回これしまった。あれ、ここか。イベント始まったな。大丈夫なんやろな。行くで。なんも見え。大丈夫じゃなかった。消えちゃうかな。5 0 3 7 3 5 0。あ、そう、消えちゃうんだ。薬飲んでるうちに入らんかったらよかったんや。5 0 3 7 3。それだけ。5 0 3 7。それだけなの。また行き詰まったれ。内なる鍵が今ので開いたから、もしかしたら地下の
一個鍵がかかってる。あそこが、もしかしたら、開いたかもしれない。なので行ってみるよ。ここが、開いた可能性があるので、ちょっと一回。ダメ。ダメなんだ。そうですか。きっちなおい。ここもあるやろな。あとはなんだ、あの血液か。やっぱあの絵のところか。